今回は自ら命を絶つ若者が増えている日本においてキリスト教が果たせる役割について取り上げたアメリカ FOX ニュースの記事から早速ですが以下が要点になります。日本政府の統計によるといじめや学校でのプレッシャーにより日本の若者の自殺率は過去30年間で最高となった。その中で宮原牧師は厳しい統計を変える答えが自分にはあると信じている。牧師はイエスの愛が絶望的な若者が真実の希望を見つける手助けをし、そして彼らに生きる理由を与えることによって日本の問題を解決できると考えているのだ。日本のキリスト教徒は人口の 1% 未満であるため、牧師は人々が日曜日に彼の教会に向かうように毎日駅前に立ち、イニュースをシェアしている。宮原牧師は取材に対してこう語る。集団の中にいることは日本の文化では重要なのです。だからこそ見た目が違う子供はいじめられてしまいます。彼の目標は希望のない場所で希望を与えることだ。日本では宗教が目的ではなく家族的な伝統として捉えられている。世界で最も世俗的な国の一つなのである。以上です。キリスト教保守派の視聴者読者も多い FOX ニュースですが、多くの方が記事の内容に違和感を抱いたようでした。